まだ2つしかやってないのに汗がすごい。じゃあ次、サッカーボールいきますか。ちなみにですね、初心者のリフティング平均回数は約5回から10回。え、結構できるね。サッカー教室に通い始めたサッカー少年は、平均回数約5回から10回とのこと。毎日サッカーボールを持って公園でリフティングの練習をするようになった子たちは、半年くらいで100回くらいはできるようになります。すごいね。いやー、ちょっと待って、私サッカーって本当にね、苦手中の苦手。足でね、だってね、扱えないもん。え、どこでやるの？ここ？ここ？いきます。じゃあ行くよ。ちょっとやってみますね。え、ちょっと待って。ちょっと待って。え、待って。もうね、無理な予感しかしない。膝で行ってみようかな。行きます。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、なんかでもちょっと見えてきた。見えてきた。無理だよ。無理だよ。これ。無理無理無理。何回いけばいいの？4回。4回ね。いきます。待って。これさ、音声だけで聞いてる人さ、意味わかんないよね。やばい。ちょっと、ごめんなさい、ちょっと。ここにあるものだけは壊さないようにしますね。ちょっと、1、1、2、3! ちょ、もういいですか？まだやる？まだやる？ラスト、ラスト1回。いきます。1、あ、1、あ、1、2、3! ちょっと待って。ちょっと、怪我人が出そうなので、ここエイラにしておきます。ちょっとやばい。息が荒いよ。じゃあ、ちょっと、水飲んだけ。いやー、これも使われるのかな。ありがとうございます。セブンの水ですよ、ちゃんと。抜かりないですよ。